イブクラインブルーアートをご紹介いたします。こちらがイブクラインブルー 2g 入っています。パウダー状です。まずはじめにこれをリペルペーパーの上に直接出してください。で今この状態はパウダーですね。パウダー状になってます。これだとまだ画面にひっつきません。そうした場合にこのアートブルーは接着剤です。これを加えます。3滴加えますね。で、ナイフで混ぜていきます。しっかり混ぜてください。で、今ナイフですけど、ナイフでもいいし、この筆でもいいし、こういう平筆でも大丈夫です。今日はナイフで混ぜますね。何度も何度もこういう風に混ぜてください。しっかり混ぜることが大切です。で、混ぜた後は伸ばしてください。このように伸ばしてください。で、もう少しこのアートグルーが欲しい時は足しちゃって構いません。1滴2滴、まあ3滴ぐらいですね。で、またこれで混ぜます。筆の場合もやってみますね。筆の場合、でちょっと水を足したい場合も水足してもらって構いません。筆に水を含ませて、またこうして伸ばしてください、次に増粘剤を使ってみます。増粘剤を直接1、2、3、これも3滴垂らしました。今この柔らかい状態なんですけど、この増粘剤を入れると粘度が上がります。数秒で上がってきます。こういう風に、これもよく混ぜてください。少しね、こう色っぽくなってきます。で、増粘剤を入れると立体的な感じに仕上げることができます。こういう感じですね。じゃあこれを使って少しこちらに色を置いてみますね。
ナイフの場合、次ちょっと筆でやってみます。イメージは花を作っています。軽く筆を置いていってください。重ね書きも簡単にできます。このように、こういう感じですね。あともう一つこちらに移動してリベル、これにも重ねることができます。このイブクラインブルーの色を重ねていきます。こういう感じですね。このリベルアートが乾いてからこのブルーをのせてみてください。こういう感じですね。リベルアートとイブクラインブルーアートと、またさらにアートリベルの上にこのイブクラインブルーを乗せて作ることができます。一度試してみてください。